さあ始まりまりしたイナチャンネル中山記念2021データ予想 g 1バッシュ出走なしのですねえ超珍しい G2 レースになりました中山記念2021徹底解説していきたいと思います最後までご覧ください。 とということで,です、ね、中山記念2021なんですけれども、稲チャンネル調べによりますと、ですね、えー、今年の中山記念は G1 馬出走なし、もし G1 馬がいたらですね、申し訳ありません、稲チャンネル調べたらでは、ね、えー、G1 を勝っている馬はいなかったということで,で、すね、えー、大激戦、大混戦が予想されるというところですね、毎年毎年、ですね、やはり格の高い馬が、ですね、えー、昨年もですね、えー、ラッキーライラック2着であったり、ですね、まあ、過去にはドゥラメンテあたりも勝ったんですけれども、やはり格がです、ね、重要な、 一線でででははあるんすすけれども、今年 G1 がいないといなととうことですね。まあ、有利な馬、有利なデータでですね、ピックアップできるのはどの馬なのかというところですね、優劣をつけていきたいと思います。ということで、ですね、どの馬が有利なのかというところですね、お話できたらなというふうに思っております。 ということでですね、中山記念2021も今回は一つだけでいいです。このデータだけで十分ということでですね、まあ G2 レースのですね、えー、トライアル、大阪杯トライアルということでですね、えー、このデータだけですね、開幕週〇〇必須というところですね、えー、ここだけは覚えてくださいということで,ですね、今日はこれだけです。本当にこれだけ、一、えー、つだけ覚えて帰ってくださいということで,ですね、えー、マジで重要ですので、えー、ここについてですね、お話ししていきたいと思います。 とということで,ですね、開幕週〇〇必須についてお話していきたいんですけれども、中山はですね、開幕週でズバリもう最初にですね、もう答え言っちゃいますということで、ですね、えー、ここでですね、私のですね、ほぼ言いたいことはすべて終わるんですけれども、先行馬が有利になる可能性が高いということで、ですね、もう本当にこれだけです、えー、とにかくこれだけ、あとでデータでですね、えー、なぜこう言えるのかっていう根拠をですね、完全に示していきたいんですけれども、おまずはここだけ覚えておいてください、先行力が必須ですということで,ですね。えー 先行場がめちゃくちゃ有利ですよというところを覚えておいてください。過去のデータからなぜそのように言えるのかっていうところですね、次のスライドで徹底的に解説していきたいと思います。 開幕週には先行力が必須でですすすよととといいいいうところですねお話していきたいと思います過去5年の番手についてですね、2020年、昨年ですね、3番手からダノン・キングリーが勝利しました、そしてですね、ラッキー・ライラックが4番手で、2番手がソウル・スターリングということで、ですね6番人気のソウル・スターリングが穴を開けているように、ですねやはり2番手のつけた馬っていうところが、ですね先行した馬が有利なのかなというところですね、そして2019年ですね、おととし、ウィンブライト、ラッキー・ライラック、そしてステルビオというところですね、 ウィンブライト、ラッキー、ライラックス、テルビオ、1、2、3着がですねどれも先行馬だったというところですね、そして2018年ですね、2018年もですね勝ったのはウィンブライト4番手、そしてですねアイロリット、アイロリットが2番手で、1番手が6番人気のマルターズアポジア、名を受けていますということで、ですね非常にいい先行馬が有利だということが分かるんですけれども、2017年、3級、1番手、2016年はですね、ドゥラメンテが勝った年ですね、5番手、10番手、5番手ということで,ですね。 ほぼほぼ5番手以内に来ないと、ですね話にならないよというレースだということがわかると思います。黄色で印をつけたところがですね先行馬だったということで、ですね過去ですね5年で2頭しかですね来ていないというですね差し馬、9番手、10番手の馬っていうところですねもし本命馬にされる方がいるとしたら、ですね非常にこれはですね虚しい馬券になってしまうのかなというところですね、お伝えしておきたいところの1つ目のポイントでございます。 ということでですね、過去5年は先行馬が13頭、サシウマが2頭という形になりました。アンビシャス、サクラ、アンプルールのみですね、サシウマで来たのは、ですねアンビシャスとサクラ、アンプルールのみ3年間、過去3年間はですね先行馬で全部決まっているというところですね。これ、過去10年見てもほぼ一緒なんですね。データ的に過去10年見ても一緒ですけれども、まあ、ジャスタウェイであったり、ヌーボレコルト、ビクト・アールピーサあたりが勝ったんですけれども、先行馬24頭、サシウマ6頭ということでですね、 80%先行馬が来るレースということで、ですねかなりも先行馬にとってはですねパラダイスのレースになっているので、ぜひ今日覚えて帰ってほしいところが、ですねやはり80%先行馬が来るレースのですので、ここをですねしっかりとですね注目して覚えておいてほしいなというふうに思っております。 ということでですね、最も伝えたいことということでですね、開幕週の中山競馬場はデータでも先行馬が顕著に有利。この後ですね、では先行馬、どの馬狙ったらいいのっていう軸候補ですね、上げていきます。6と上げていきます。ということでですね、軸馬は確実に先行馬からということでですね、当てたいならまずこれだけは守ってください。ということでですね、一つ必須のポイントとして押さえておいてください。今日はですね、これだけです。ということで,ですね、この後馬に着目してですね、お話をしていきたいと思います。 たいいいとと思いますということでです、ね、先行できる馬をピックアップさせていただきましたということで,ですね過去5年5番手以内の馬がですね馬健構成率86%ということで金で、ね、5000。 5番手以内が4回以上ある馬、出遅れたりすることも1回ぐらいはあったりするので、まずここをですね注目のポイントとしてみましたということで、ですね5番手以内が4回以上ある馬、5番手以内が4回以上ある馬のみをですねピックアップさせていただきました。ということで,で、すね軸にぴったりな馬はどの馬なんでしょうかというところですね、この後6頭ですね、ピックアップした馬紹介させていただきたいと思います。 ということで,ですね、先行できる馬、ピックアップいたしました。一つ目はですね、ヒシーグラス、パンサラスタということでですね、ヒシーグラスに関しましてはですね、えー、条件線をですね、四走走っているんですけれども、金五走でですね、平均番手がですね、三番手から四番手ぐらいということで,ですね、しっかり先行できる馬、ヒシーグラスでございます。前走の中山金杯こそですね、八番手ぐらいからスタートしたんですけれども、八番手、五番手、六番手ぐらいでですね、上がってきたのでですね、この馬しっかり先行できるのかなというと、 でございますパンサーラスターに関しましても、バビットよりかはですね先行力を取るんですけれども、この馬もしっかりと先行できる馬ですし、先行してですね、ダート以外では安定して4着以内に入っていますので、この馬も非常に素晴らしいと、そしてですね、バビット、当選スーやア、このあたりはですね、当選スーリアに関しましては宝塚記念を使ったり、ですねバビットに関しましては有馬記念を使ったりと、ですね G1 を使ってきた馬というところで,ですね、中山記念にはですねぴったりの馬なのかなというふうに思っております。この馬たちはですね しっかりと先行できますし、もしかしたら逃げるかもしれない、特にバビットに関しましては、中山競馬場で逃げ勝っているので、注目の一頭だなというふうに見ております、コスモカレンデラとですねウィンクシード、この辺りはですね穴馬にはなってくると思うんですけれども、穴を開けるとしたら、ですねこういう馬たちなのかなというところでございます、この中から軸を選んでくださいということで,です、ね、すいなチャンネルから提供できるのは、ですねまず1つ、この6頭の中から軸を選びましょうということですね。 はい、といととうことで,ですね、注目している馬ということで、ですね、えー、ヒシグアス連勝中のハーツクライサンク。ヒシグアスはですね、えー、最も注目するべき馬じゃないかなというふうに思っております、3連勝、4連勝ですか、今、えー、非常にですね、えー、勢いよくですね、来ている3連勝ですね、3連勝中の馬でございますということで,で、すね、キャリア10戦目で重賞を制覇しました、もう連勝中のハーツクライサンク、めちゃくちゃ怖いですよ、えー、ハーツクライサンク、リス・グラッシュとかシュバルグランとかいましたけれども、やはり こういういたちですね、どこかでですね、爆発的にですね、力をつける万星型のハーツクライサン3っていうのはですね、めちゃくちゃ活躍する可能性があるのでこの G2 過程は非常に競馬界が盛り上がるのかなというところで,ですね、注目しております競馬好きの競馬好きによる競馬好きのためのチャンネルメンバーシップ大好評でございますチャンネル登録を忘れないようにしましょう概要欄のメールサイト無料メール登録でチャンネルを支援できますのでよろしくお願いいたしますさようなら